はスコアカードによります。さあ両者がリングの中央で睨み合いました。それぞれのコーナーに散ります。ザ・ボクシングルネッサンス92 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、いよいよ第1ラウンドが始まります。4回目の防衛戦チャンピオンユーリ・エビハラはもちろん世界初挑戦。さあ第1ラウンドゴングが鳴りました。白のトランクスチャンピオン、そしてノーコンゴールドのベルトラインが入っておりますユーリ・エビハラ。背中が見えておりますのが挑戦者のユーリ・エビハラです。先ほど渡嘉敷さんからお話もありましたように89年のワールドカップ51キロ級のチャンピオン。渡嘉敷さん、ユーリの持ち味というのはやはりスピードテクニック。そうですね、右のカウンターも打ってますからね、はい、非常にうまいボクシングしますよね。そうですね、あと、まあ、チャンピオンもかなりやっぱりキャリアあるからずる賢いところがありますからね、はい、まあ、そのアマチュア上がりのユーリがどこまでそのずる賢さをプロで覚えたかと、はい、右のストレート、いきなり右のストレート入りました。ユーリは右強いですからね、一発で沈みますからね、はい、ただまだちょっとユーリは硬いですね。あ、そうですか、ね、緊張してます。チャンピオンの方がリラックスしてると思いますよ、はい、左のフックです。大きな左のフックで入りました。体を小刻みに動かします。アレクサンドル・ジミンコーチもあっと右のストレートをボディーを持っていった。いいですね、積極的ですよね。渡嘉敷さんがおっしゃったようにその、まあ、ずるさという部分でね、よく接近戦でどんどん押していけというような声を。そうなんです、まあ、いろいろなあのテクニックがありますからね。渡嘉敷さん、一方のムアンチャイどういうふうにご覧になりますか。まだ様子を見てるって感じじゃないですか、ただ手強いなっていうのは感じてると思いますよ、はい、左のダブルから右のストレート、ちょっと無茶しすぎですね。あ、そうですか。左は相打ちのような形になりました。ちょっとユーリがね、まだ肩に力入ってますから、はい、動きが見えちゃうんですよね、チャンピオンから見ると。あ、チャンピオンが、ね、画面の左側ユーリ・エビハラ左で入りました。一方白のトランクスがチャンピオンのムアンチャイです。お互い練習してます ね、スピードがかなりありますよ。かなりありますね、あ、ちょっと聞いたかな。さあちょっとグラッときたか、ちょっと聞いたかな、ちょっとグラッときたか。左が入ります。残りがあと30秒第1ラウンド、ワンツーワンツーから左のフォロー。チャンピオンね、結構ね打たれもろいんですよね、世界戦で8回もダウンしてますから。そうなんですよね、うまく有利の当たれば沈みますよね、はい。今渡嘉敷さんからお話がありましたように、世界戦で8回ダウンの経験があります。打たれもろさというのがムアンチャイの欠点。画面の左チャンピオン左のジャブです、いいですね、ナイスですね。聞いてますよ、ゴングと同時、ゴングと同時、右のクロスが入りました。第1ラウンドは渡嘉敷さんどうですか。いや、今のは10対9ですね。10対9、渡嘉敷さん第1ラウンド、ユーリ・エビハラが取りました。さあこれ第1ラウンド終了したわずかと、鶴太郎さん、これ強烈でしたね。ユーリの右はね、強いんですよ。右強いですね、さあこれ渡嘉敷さんどうですか、チャンピオン効いてますかね。あのチャンピオンかなり効いてますけども、目が覚めたかなっていうね、気がしますね、はい。第1ラウンド終了、そのゴングとほとんど同時でした。右のクロスが飛びましてチャンピオンがダウンしましたが、これはゴングの後でした。いや、立ち上がりからユーリが素晴らしい右のパンチを見せました。お互いね、今日が一番強い相手とお互いが戦ってると思うんですよ。あ、なるほどね、左を伸ばしたところ右のクロスカウンターを狙いましたチャンピオン背中。チャンピオンはタイのチャイナート県というところの生まれです。バンコクの北200キロにあります。タイの英雄です。あーっと右、左のアッパー、左のアッパーは空振り。結構右がね、当たりそうな感じがします ね、
左のジャブがストレートのようにチャンピオンの顔面を捉えます。左ノック、おっと右を返した。チャンピオン右を返した。チャンピオンもまあ最初の予想とちょっと違ってきたんじゃないですか、こんなに強いのかっていうね、はい、感はあると思いますよ。渡嘉敷さん、有利はどうですか。硬さはまだありますか。硬さはありますけど、やっぱり一級品のテクニック持ってますからね、はい、その点ではね、やっぱりよく相手も見てるし、はい、打ってきて対応してますよ。今はチャンピオンのいいボディストレートでした。大きな右足を使いましたチャンピオン。僕はね、はい、チャンピオンのね左がもうちょっとうるさくねピシピシと決まるかと思ってたんですよ、ジャブがね、はい、そうでもないですね。そうでもないですね。これはね有利にちょっと飲まれてる感じがありますよね今のところ。だから、ね、自分の良さがちょっと出せてないんじゃないかと。はい、また接近戦、この辺りはわずかに有利の距離か。有利海老原、昨年の5月22日右、強い右ですね。ジャストミートはしていませんでした。前の右のワンツーだ。チャンピオンペース打ち合いになった。残り30秒を切っています。有利が、ね、右に頼りすぎると怖いですね、はい、読まれますからね、はい、今度は2人左を伸ばしたところスウェーしておいて右のストレートです。チャンピオン、お互いに倒すパンチはストレートなんですよ。右のストレートなんですよ、お互いに得意なパンチは。すごいパンチの押し、うわーって右のクロス振り下ろしますね。すごいですね。今の挑戦者いいですよ、はい、ここで第2ラウンドが終了です。第2ラウンドどうでしょうか。これもやっぱり有利ですね。有利エビハが10対9で取っています。こちらがチャンピオンのムアンチャイ。井岡さんと鬼塚さん、はい、ここまでご覧になってどうですか。まず井岡さんから。そうですね、有利のペースでね、今試合戦ってますね。鬼塚さんどうですか。もう有利はすごい距離感がいいんで、いつもの距離感でやってるんで、はい、多分行くんじゃないですかね、はい、第3ラウンドが始まりました。背中が見えております。挑戦者の有利海老原、ロシアのケメロボ州タシタグというところで生まれました。冬は氷点下50度という寒い土地。一方のチャンピオンはタイの熱いチャイナートケンポ。ダウン、大きな右、これなんですよ、大きな右だ。すごい今のカウンターパンチですね。すごいパンチだ。これはちょっと有利ダメージちょっと来てるかもしれないですね。残りはまだ十分にあります。第3ラウンド、チャンピオンの得意技なんですよ、はい、カウンターで入ってきた右を打ち下ろすのが、出ましたね。出ましたね、ものすごい右でした。これで壊されててもね、やっぱりね自分のペースに持っていくなんていうのは、はい、やっぱりキャリアの差ですよね。はい、渡嘉敷さん、はい、本当に目が合った。今度は有利の右、左だ、右ストレート、有利が詰めていくか。いい試合だな。ワンツーワンツー、ユリのワンツー、今度は届かない。チャンピオンの右のストレートボディへ、かなりいい試合ですね。すごいですね、これ目離せませんよこれ、大きなワンツーですが、これは空振り。ちょっとまだ肩に力が入ってるか。左のアッパー、ちょっと効いたかな。左のアッパーです。いいアッパー打ちましたね、残りがあと1分半。右のストレートはうまくサイドステップで避けました。チャンピオンも単発なんで自分のペースにまだ持っていけないですよね。はい、ユリエビは有利ですよ。右のストレート、左の倒れた、倒れました。ダウンを奪い返した挑戦者ユリエビハラ、すぐに立ち上がります。ファイティングポーズを取ります。さあ残りがあと1分ある。残り1分ある。右左ワンツー、左ボディ狙っている、有利狙う。もう一発当たればね、いいパンチ当たればひっくり返りますよ。はい、チャンピオンも反撃する。左側の右ワッパー、ボディブロー、時間はまだありますからね。落ちる落ちる落ちる、チャンピオン反撃。さすがにチャンピオン、チャンピオン効いてますよ。効いてますね、チャンピオン効いている。第3ラウンド、大きな右ワッパー、右ワッパー、ワンツー、
ウンドで決めたいものですね。コーナーに追い詰める、これを乗り切るとねちょっと怖いですよ。あ、そうですか。今のうちまたこの距離です。まだ右です。右から入った。今度はワンツーをチャンピオンが打ち返す。しかしチャンピオンも本当に素晴らしい歴史的一瞬が出るか。ここで第3ラウンド終了。第3ラウンド終了。高橋さん、このラウンドはどうでしょう。これはやっぱ10対8で、チャンピオンですね。はい、第3ラウンドを終了しました。第3ラウンドの有利のこの左ナックルパートがよく返っています。鶴太郎さん、場内こう騒然としてきましたよ。いやー、これはね、本当にお互いの右がどっちが早く当たるかで試合決まりそうな気がしますね。目離せませんね。これまさに歴史に残る一戦にふさわしいタイトルマッチとなりました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ第4ラウンドに入っています。挑戦者のユーリ・エビハラがここまでは好調ですが、先ほどの回にはムアンチャイの右一発を食らいましてダウンを奪われています。すぐにダウンを奪い返しています。久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、西条翔太さんいらっしゃいますが、すごい試合です。すごいですね、本当ですね。お互いいい試合やってますね。リングサイドのですね、有利側でですね、何しろ左を当てて右を生かせと、もっと冷静に受けと、そう言ってますね。はい、ということです。青コーナーすごい盛り上がりです。はい、徳橋さん、はい、先ほど鶴太郎さんから話もありましたけども、はい、左ですね、有利の、はいはい、これどうですか。いや、いいんじゃないですかね。ちょうどいい距離を取って、はい、ボクシングしてるみたいですよ、はい、ただね、マンチャイはね、世界戦で何度もダウンしてるから、ダウンに慣れてるから、はい、このさっきの回乗り越えたっていうのはちょっと怖い気もしますよね。なるほどね。あの回は本当に危なかったですか。あ、これはいい左のジャブだ。チャンピオンの顔面によくヒットしています。互い一発持ってますからね、はい、チャンピオンは20戦19勝 11KO1 敗、5人兄弟の長男。一方のユーリ・エビハラは6人兄弟の末っ子。12戦12勝 11KO、 まだ負けがありません。挑戦者画面の左で、ユーリもね、いきなりの右当たらないから、はい、ボディから攻めていって手を下ろし、ガードを下ろしておいて、はい、フェイントかけて上を狙うとね、はい、決まると思うんですよ、はい。今のところ上がちょっと多すぎますね。あ、また右のクロス、左が当たる。また右のクロス、大きな右、大きな右。かなり右を当たりますね。右で追っていきます。ユーリ・エビハラ、バルセロナオリンピック金メダル最有力候補と言われましたユーリですが、そのバルセロナの金メダルを諦めてプロに入りました。2年半が経ちました。世界チャンピオンまではあとわずか。左のダブルから右のストレート。モンチャは冷静な顔してますけど、何かちょっと策はあるんでしょうかね。左のボディから、左のボディから左のフック。リングの中央で足を止めます。左のアッパー、ショートアッパーを突き上げました。挑戦者のユーリ、ユーリ のパンチが多彩ですよね、はい、アッパーも打ったりしますから。おー、ワンツー、右だ、右のクロスだ。おー、最後右のアッパーが決まったところでゴング。この最後に右のアッパーが決まったところでゴング。このラウンドはどうですか。10対9でエビハラですね、有利エビハラ。戸橋さん、このラウンドも10対9、エビハラが取りました。